不正な軽油の撲滅対策の一環として、沼津市で路上抜き取り調査が行われました。この調査は、軽油引き取り税の脱税を防止し、適正な課税について広く理解を求めることが目的です。調査はサービスエリアに駐停車中のディーゼル自動車20台を対象に実施。県警高速隊と財務事務所職員が2班に分かれて、ドライバーから聞き取りをしたり、タンクから採取した燃料の比重検査を行ったりして、不正軽油の有無を調べました。不正軽油は灯油や重油などを混ぜて使用したもので、昨年度県全体では13回の抜き取り調査で、不正と疑われるものが1件見つかっています。